CD の売り上げや PV の視聴数などで驚異的な数字を更新し続けている BTS ですが、その影響力は音楽業界以外にも及んでいます。 BTS メンバーの愛用品が即完売したり、訪れた場所が観光地化したりと、彼らが持つ影響力の大きさが証明されたエピソードは数えきれないほどありますよね。そんな中でも今回は BTS がきっかけで商品化、名前が変わったりした驚きのエピソードをご紹介します。 RM の発言でビビン麺が増量。まずは RM の一言でカップビビン麺を増量した食品メーカーのエピソードです。きっかけは RM がコンサート後にチョングクと2人で行った V ライブ。2人はステーキとカップのビビン麺というボリューミーな食事をしながら、このビビン麺は2個だと多いけど1個だと物足りないと麺の量に対する不満を口にします。そこで RM はすかさず 1.5 倍を出してくださいとカメラ目線でメーカーにアピール。チョングクも早く先取りしてくださいと付け加えます。すると早速2人が食べていたビビン麺のメーカーバルドが増量ビビン麺の発売を発表。RM の名前を直接出してはいませんが、ビビン麺カップの量が少なくて残念という消費者の声を反映したとコメントしていたので、RM の発言がきっかけな気がしますね。RM が要望した 1.5 倍カップ麺は、工程上作ることができないらしく、1.2 倍量のカップ麺が値上げなしで、100万個限定で販売されることになりました。たった、一言で、新たな商品を生み出してしまった RM とジョングクの影響力がすごすぎますね。ジョングクが言い間違えて店の名前が変更。続いてはジョングクの言い間違いがきっかけで店名が変わったメキシカン料理チェーン店のエピソード。ことの発端は BTS の公式 YouTube で公開されたビハインド映像でのジョングクの発言。LA での番組収録の合間にケータリングを食べようとするジョングクですが、店名のチポトレがうまく読めずにシコレと発音します。この動画を見たチポトレの公式ツイッターはジョングクの言い間違いにすぐさまリアクション。 BTS の公式アカウントに今からシコレですとリプライしました。その言葉通りチポトレはツイッター名とヘッダー画像をチコレに変更。さらにアメリカの大手 BTS ファンアカウントと協力してアーミー7000人に無料の食事を提供するクーポンまで発行しました。名前の変更は一時的なもので、現在は元のチポトレに戻っていますが、チョングクの一言の影響力の大きさと話題に乗っかり無料キャンペーンまで実行してしまうお店側のノリの良さが最高ですね。ジミンのインスタで観光スポットに。続いてはジミンがチェジュ島の観光スポットに及ぼした影響についてご紹介します。ジミンは BTS の2度目の長期休暇中にチェジュ島を訪れたようで、チェジュ島にオープンしたスヌーピーガーデンなどで休暇を楽しむ姿をインスタで報告。さらにクリスマスイベントが開かれていたヌエマル通りのフォトゾーンで撮った写真も投稿しました。ジミンは投稿で写真の場所については触れていませんでしたが、すぐさま特定され大きな話題に。このフォトゾーンはクリスマスイベント用のものだったようですが、チェジュの観光公社はジミンの投稿を受けてフォトゾーンの設置期間延長を発表。さらにジミンがフォトブースで撮ったポーズをデザインした新たなブースも設置されました。すっかり BTS の聖地と化したヌエマル通りには多くのアーミーが訪れているようです。写真1枚で観光スポットを盛り上げて聖地化してしまうとはさすがジミンですね。ジンのインスタでイチゴが品切れ。続いてはジンのインスタ投稿がきっかけで品切れが続出したイチゴについてのエピソードです。休暇中、ジミンはチェジュ島を旅行したり、RM は美術館巡りを楽しんだりと、それぞれ思い思いの時間を過ごしているようですが、ジンが訪れたのはイチゴ農園。
楽しそうにイチゴ狩りをする様子をインスタにアップしてアーミーをほっこりさせました。ジンのこの投稿には RM がさすがイチゴ大将とコメントしたり、 J-HOPE がイチゴのお土産をねだったりしてメンバー同士でも大盛り上がり、その後ジンは J-HOPE や実のお兄さん仲良しのシェフのイヨンボクさんに直接イチゴを届けたことでも話題になりました。おねだりに応えて本当にイチゴを届けに行くジンが優しいですね。ジンがみんなに配ったこのイチゴはドゥリヒャンタルギという新品種で、まだ販売元が少ない貴重なものだそう。そんな貴重なイチゴをジンが配ったことで注目度はさらに急上昇。オンラインでドゥリヒャンタルギを販売していたショップは軒並み品切れになりました。まだ認知度が低かった新品種ドゥリヒャンタルギはジンの投稿のおかげで一躍人気品種の仲間入りを果たしたようですね。ジンが持っていたことでポーチが商品化。続いてもジンの影響力を感じるエピソードをご紹介します。 BTS は2021年からルイ・ヴィトンのアンバサダーを務めており、衣装や私服もヴィトンの着用が多め、2021年秋冬メンズコレクションのショーにも出演して注目を集めました。ブランドの新作に身を包んだ BTS メンバーによるショーはオーラたっぷりでとてもかっこよかったですが、ルックの中で特に注目を浴びたのがジンのボストンバッグについていたポーチです。モノグラム柄で人参の形を模したインパクト大のポーチはもともと販売用ではなかったようですが、ジンがショーで着用したことで問い合わせが殺到、ファンからの要望を受けて商品化されたそうです。この人参ポーチは RM のお気に入りのようで、私服のカバンにつけているところがたびたび目撃されています。商品化を一番喜んだのは RM かもしれませんね。アガシコプちゃんが LA の聖地に。最後は LA の聖地と化した BTS 御用達のホルモン焼き店。 BTS はコンサートや撮影などでたびたび LA を訪れていますが、彼らの LA でのお気に入りのレストランといえばアガシコプちゃんというホルモン焼きのお店です。アガシコプちゃんはタレントのカン・ホドンさんが経営するチェーン店で、 BTS がたびたび訪れていることでも有名。インタビューで LA のお気に入りのレストランを聞かれた際に名前を挙げたり、みんなで食事をする様子を動画にアップしたりしていました。そのため LA のお店には BTS が座った席で BTS が食べた料理を楽しもうとアーミーが殺到。特に LA でBTS のコンサートがある時期には長蛇の列で、すっかり聖地と化しているようです。2021年12月に LA でコンサートが行われた際には5時間待ちの日もあったそう。お店側もコンサートの時期には店内に BTS の曲だけを流して来店客を楽しませているようです。アーミーがバターを合唱する店内の様子はツイッターでも話題になりました。異国の焼肉店を聖地化してしまうほど世界中のファンから愛される BTS の凄さを改めて感じますね。まとめ、いかがでしたか？今回は BTS が及ぼした凄すぎる影響力についてまとめてみました。何気ない一言やインスタの投稿などで新たな商品が生まれたり名前が変わったりと、BTS の影響力の大きさにびっくりですね。それによって商品の認知度が上がったり観光客が増えたりと、ポジティブな影響を及ぼしているのが素敵です。